探すのが趣味。20歳ですか。そうだな。人間関係。さあ、バッティングしよう。よし、終わったーって。どっちだよってなるんですよ。地図見ろよ。地図見てもこんにちは、クライミングチャンネルです。今日はですね日本美女クライマーメーカー第4弾日本クライマーメーカーにお越しいただきました金子桃佳選手です。今日は今日はいろんなことをお伺いしたいなと思うんですけども、まあなんか最近のなんか取り組みだったりとか、まあなんかクライマーとしてどういうとこ目指してるのかとかっていうお話をもういろんな観点からお話をしてもらえたらなと思うんだけども、はい、よろしいですか。はい。じゃあ早速なんですけども、今日どこで何してたの。今日荻窪で仕事しました。荻窪で仕事したの。はい。荻窪はあれいつからっていう。最近2月ですね。2月からスタッフとして今荻窪で今スタッフとして、はい、で1ヶ月ぐらい経ちました。てかジムで働いてたこと自体はあのねずっと、はい、そうなんで。そうですね。別に仕事慣れるとかそういうところのとこにないもんね。いやでも全然違う、まだ慣れてない気がするような気もしなくて。まだ慣れてない気もしなくて、はい、例えばどういうとこか。人間関係。ほう。なかなか深いとこついてくるけども。まあちょっと今日はね、まあクライミングチャンネルの、まあ動画なんか見たことあるかなと思うんだけども、はい、質問をね、あらかじめ、インスタグラムで、皆さんにいただいてもらったものっていうのがあるから、見てなかった。タグ付けしたんだけど、ちゃんと。来てないですよ。それをお答えいただいたものを、今日、桃蔵に投げるっていう回になりますので、そのご質問にお答えいただければと思います。よろしいですか。はい、お願いします。はい、じゃあ早速なんですけども、生まれは99年でしょ。99年。知ってるよ。うん。で、ちょうど今年20歳になったのね。そうです。あれでしょ、成人式も出てきたでしょ。うん。はい。地元ってどこなんだっけ。川越です。あの、ロッククラフトの。ロッククラフトの。もともとクライミング始めたのって、あのロッククラフトの。そうです。1回目、初回も、一番最初クライミング。ロッククラフトです。なんかどっかのインタビューとかでさ、なんか幼馴染に連れてってた。あ、そうそうです。その子はクライマーの。クライマー今もやってる。今もやってる。誰。ゆい、松井ゆい。あー、が連れてってくれたのが最初。連れてっのもう生まれた時、お兄ちゃんから知り合いだったから目の前で家が。へえ。で、スイミングやってて、もう、あ、そうなの。そうそうそう、もう、もうやっててやろうよ。小4、5ぐらい、4ぐらい。5か。小5ぐらい。じゃあ小5だから11歳とかそのぐらいで、今まあクライミング9年10年。9年、はい。その間ずっとあそこのロッククラフトを。ロッククラフト行って、パンプのスクール入って。あ、そうかそうか。そう。そこだったの。そう。国体出たいみたいになって。もうそれいつ頃、中学ぐらい。あやねちゃんと国体組めるよみたいな、うん、ペア組めるよみたいな話をされて、マジみたいな、うん、強くなったかもってなって、スクール入りたいってなって、パンプ行ったんですよ。あのパンプの1号店の、BJCC。BJCC に。なるほどね。そう。なるほど、なるほど。そういうことだったのか。BJCC ではさ、ボルダーメインでやってたの、それともルートメインでやってたの。最初、あれ、リエちゃん。うん。アキパン、うん、リエちゃんって言っても多分わかんないね。アキパンで BJCC やって、でリードもしたいってなってパンマンに移ってたんですよ。なるほどね。まあ、でも国際デビューってなったら両方リエちゃんに誘われたっていうのもある。リエちゃんが俺のとこ来いみたいな、教えてあげるみたいな。パンマンに来いって。あ、アキパンに来いって。アキパン教えてあげるから入るみたいな。で、花もその時、はははそう入ってて、なんかその A クラスに入る子たちが今いるから、それ一緒に連れられて。なるほど、その世代のあのクライマーたちはその時に返したと。そうそうそう。コンペ派ですか、岩派ですか。まあ見れば分かると思うんだけども、でも最近さ、ちょっと前まではさ、もうずっとジムで登ってたけど、はい、なんか2年前ぐらいからさ、ちょくちょく岩へ行きだして、行ってますね。今だったらさ、もう結構行ってるよね。なんかコンペ自体はあんま好きじゃないんですよね。お、コンペ自体はそんなに好きじゃないですか。言っていいですか。ちなみに今日川口さんいるんですよね、そこに。こんにちは。保護監督者みたいな。そう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 。まだ二十歳になったばっかだからね。そうなんですよ。そうそうそう。あれか、コンペはそんなに好きじゃない。もともとちっちゃい時からそんなに好きじゃないです。へえ、なんで。なんだろう、わかんないですけど。
あの、そのコンペの前のメンタルの感じとかめちゃめちゃ嫌なんですよね。あー、なるほどね。俺もね、それはわかるわ。俺ね、緊張するのがね、そもそもね、体に悪いと思ってるから。緊張もそうだし、もうストレスもあるし、あとは、その直前の周り、もともとなんかその周り気にしいなんですよ、結構。なるほど。で、それがもうさらにヒートアップすると、結構きついな。なるほど。じゃあコンペ前とかは、頑張って頑張ってとかってジムで言われるのもそんなに好きじゃない。いや、そんなに好きじゃない。本当にそんなに好きじゃない。今調子どうみたいな言われても、そうだよね。すげえわかる。いや、なんか調子どうって何を思って調子が決まるのかなって思ってて、みんな調子上げてくるとか、うん、調子いいって言ってるけど、なんか何と、うん、そう比べてそう思って、うん、で、その今回調子いいなって自分も思ってたけど、うん、いや、何を思って調子いいんだみたいな感じで瞑想し始めて、うん、なるほどね。じゃあ皆さん、ぜひジムで出会ったら頑張ってって。ひどいひどい。でもその時はありがとうございますって。ありがとうございますって言うしかないもんね。はい、受け取れますよ。まあでもそれは本当に俺も分かるわ、うん、確かにね。それで言うと、やっぱクライミング、外でのクライミングって結局自分がさ、うん、まあ設けたルールでさ、はい、できるできないってなるから、まあストレスはフリーだよね。そうですね。別にいいやっつって、デッドポイントできればいいやっていう、オンサイトのなんかそういうプレッシャーもないし、別に、ね、オンサイトとかは気にしたことないしね、今では。そう、ね、うん、でしょ。なんかスタートとか分かんないじゃないですか、言われて。あー、あれね。だから一応聞くんですけど、なるほど、うん、そういうのは結構緩めにね、緩めに自分楽しめればいいやっていうモチベーションで、そこを守ると。そうです。じゃあコンペ派、岩派で言ったら、まあ、断然岩派で。いや、でもだからといって岩にめちゃめちゃ行ってるわけじゃないじゃないですか。おー、なんで一人じゃ行けない。あー、なるほど。そう。怖いじゃないですか。あー、確かにね。しかも、わかんない道が。川口さん、あ、手挙げてる。だって、わかんないですか。パパが連れてってくれる。マット投げるんで。パパが連れてってくれるから。でもね、だってその世代のさ、クライマーだったらさ、結構外行ってる子いない？今もう二十歳ぐらいだったら。大成君とかですか。そうは、誘われるんですけど、なかなかまあ予定は合わないです。うん、大成本間の方です。あ、本間の方です。リード強い大成です。あー、なるほど。そうね。まあ、でもなんかあの辺と結構、俺も逆になんかね、もうあいつに誘われすぎてちょっと忙しくて断っちゃって申し訳ないぐらいだから。そうですね。一緒に行ってあげてよ。いや、行きたいんですよ。けど大成くんも大成くん忙しいし、こっちも休みが限るっていうから、そこ合わないと、もう合わないじゃないですか。あいつ忙しいか。多分暇してると思う。多分暇してる。ちょっと声かけてくれ。俺が聞きたいんじゃなくて、普通にね、質問が来たから聞くんだけど、体重はって来てる。体重は、うん、知りたいのかな、みんな。うん、知りたいのかな、来てるのかな。身長は、身長165です。身長165。165。俺の方がめちゃでかいもんね。でかいです。で、1年前の BJC とかは、うん、2年前とか、うん、めちゃめちゃなんか減らしてて、うん、48もないぐらい。すげえ、体重言いましたね。言わないですか。いや、言ってたじゃん。いや、女の子にこれ聞いたら言わないだろうなって俺は思ってたんだけど、でも別にみんなそんなないじゃないですか。165でしょみたいな。あ、そんぐらいかみたいな。もう1回登るので精一杯みたいな。あ、もう体力がすごい、ね、息がはぁみたいになって、絞りすぎると。そう。しかももともとパワーないくせに、うん、さらになくなるみたいな。なるほどね。モモゾーのクライミングスタイルは別にそのパワー系じゃなくて、ボディ系っていうの。ボディ系でもない、もうなんかくねくねみたいな。ああ、変じゃないですか。いや、いや、あるよ。見たことあるけど、くねくねか。まあでも、確かにそのパワー系じゃなくて、こう力をこう逃がしながら登ってる感はあるけど、でも、ランジできないんですよ。うん、飛べない。なるほど。脚力なくて、腕の引くスピードも遅いみたいな。うん、だから、体重を増やして、ちゃんとトレーニングしようって。へー、思ってたんだ。うん、で、だいたい50ぐらいをキープするようにしてて。すごいね。逆にもう自分で重くしてこうみたいな、筋肉つけてこうっていう。なんか48はさすがに力出ないなって。力出ない。いや、でもヘトヘトだなって。でも世の中の人は羨ましがるだろうね。なんかだって逆にさ、減らしたいって人もいるわけだ。いや、でも減らしたいって思いますよ。あ、そうなの。いや、そうなの。
あの減らし続けて、だって48の時の方がそりゃ登れてた、細いじゃないですか。自分細いな。あ、何それは。クライミング強い弱いじゃなくて、そう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 、下にいい悪いの話してる。普通に、そう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 、クライミング、はい、なんかスポーツ選手ってやっぱお尻も大きいし、女子の足も太いし、なんかふくらはぎでかいしみたいな、もうそれが普通じゃないですか。だけど私はそうじゃない方がいいの。なんか、その自分を想像するだけでなんか嫌だなみたいな。なんか、それはある。急に女の子出してきたけど。手が小さくてピンチが苦手です。なんかコツはありますかって来てたけど、そもそも、めちゃめちゃ手でかい。そもそもピンチ、ってか手でかいから、全然違うもん、ね。確かに。でも、どうなんだろうね。自分でさ、ピンチ強いと思う。このピンチはめちゃめちゃ苦手。だけど、これはめちゃめちゃ好き。パッドピンチは、まあ、手大きい人は有利だもんね。ちっちゃいピンチは苦手な認識があるんだ。めちゃめちゃ苦手。もう持てないし引けないし、うん、これはなんかもう、まあ、手の大きさだよ、ね、うん、これさ、この持ち方ってさ、なんか特殊 なんか工夫の仕方とかある？これ、うん、まあ、苦手だからあれか。なんかさ、リエちゃんとかのやつとかさ、こうじゃなくてさ、親指で押さえつけるみたいな、そういう持ち方知ってる？知らないっす。あ、じゃあなんかこうね、普通にこうやってピンチするんじゃなくてさ、こうピンチしないで、こう、物があったらさ、こう持って親指で押さえつけて、こう、こう押す、手首で押すみたいな。こう、そう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 。やったことないで、やる人はいるけどね。りえちゃんとか結構、弓立てちゃいますね、パッドじゃないやつは。なるほど。こうやってこれしかやらない、うん、なんか手ちっちゃい人はね、なんかこう、こう、こうと、こう持って親指を押さえつけて、テコみたいな、こう手首でグイッと押していくみたいな、そういう持ち方がある。引けるんですか、これで。引けるんだ。引けるんだ。めっちゃモテるらしいんだよ。モテると引けるじゃん。やってみようじゃん、うん、それいいかも ね。質問投げてるのね、大ファンですって来てるんだけど。マジっすか、大ファンです。何て？そんな言われたことないですもん、だって大ファンですなんて。はい。こんな質問来てます。48キロだった金子桃子さん、ね、何食べてるんですか。何食べてるんですか。ハイチュウ。もう大好きなんですよ、ハイチュウ。いや、なんかクライミングチャンネルに呼ぶさ、女子ってさ、マジさ、やばい。そう、偏食なんだよ、みんな。偏食じゃないと思うけど。いや、ハイチュウ大好き。いや、ハイチュウは大好きだし、お菓子大好きだし、ご飯は、ご飯は、ご飯も食べる。ご飯も食べる。何食べてるんですか。まあでも好きな食べ物はハイチュウ。他ないの？ピーマンの肉詰め。ピーマンの肉詰め好きなの、うん、ラム肉。ラム肉自分で作るの？それ作らない。誰作るの？お母さん。外食するなら、自分で選べるとしたら何屋さんに行く？牛タン。牛タン、うん、なるほど。あと牛タン行きますか。近く探して行きましょう。なんかさ、それは普段の食生活の話だと思うんだけど、はい、コンペ前はこういうの食べたりとか。コンペ前は基本的にそんなになんか気にしないですね、あんまり。まあ、まあ変わんない、うん、でもお菓子は食べないですね、コンペ前。やっぱりお菓子食べないし、変わんないかも。炭水化物もそんなに多くは取らないみたいな。そんな気にしないですね。コッコロさんとか、はいはいはい、今やばいじゃないですか、うん、すごい、うん、メニューが、うん、そういうのは一回もやったことない。まあ、あれ奥さんがね、すごい作ってくれるんだもんね。まあ、そう、うん、すごいね、あれ。あれ羨ましい。あれめちゃめちゃ羨ましいですよ。あれあんなの出てきたらもう、ね、もう最高ってなる。あれこそオリンピックへの勝ち筋じゃない。あれは本当にすごいよね。あれもあんな奥さん欲しいよ。いや、あれすごいっすね、作れるようになって。いや、でも実家じゃないですか、うん、家族、5人家族なんですよ、うん、そう、そう、あれ妹いたよね。そう、妹、お兄ちゃんもいるんですよ。あ、そうなの。そう、妹しか知らなかった。だから、お母さんがご飯作ってくれたら、うん、桃用にっていうメニューはないじゃないですか。あ、みんな用になっちゃうんだ。たまに、なんか、へぇ、そう、油とかは桃は控えた別でみたいなあるけど、ね、そんなに、あの料理は出てこない。あの料理が出てくるね。あれね、インスタから写真引っ張ってきてますよ。あれね、うん、そうか。ちょっと家族の話が出たからあれなんだけどさ、
え、妹さんさ、確かあれだよな、ダンスのさ、そうダンスめちゃくちゃ強いよね、強いっていうか、すごいよね、なんか海外とかの大会とか出てなかった。海外は、なんだろう、クライミングでいう、うん、ノースほうほうほうみたいな、ええ、大会で優勝したんですよ、うん、その賞金っていうか、あれか、出場権みたいなのを、出場権っていうか、なんだろう、代表みたいになったってこと。いや、留学で短期留学で踊りに行かせてもらってた、ね、はいはいはい、へえ。それのなんかチケットが1位にもらえるっていう大会だったんですよ。ええー、まあそもそもそのノースみたいな、ダンス界のノースフェイスカップみたいなので優勝したって。そうそういうことすげえじゃん。そうチームなんですけどね。へえー、なんか突然さ、なんか妹がなんか海外に行きました、ね、お前妹好きだよな。めちゃめちゃ好きだよ。いや、7個離れてるんですもん。ね、結構離れてそうだけど、なんかね、結婚インスタ出てくるしね。かわいいっす。かわいい。めちゃめちゃかわいい。お兄ちゃんは何個離れてる？3つです。あ、そう。じゃあ今、あれか、23。今年、去年か、去年、社会人になった。へえー、2人とも、兄弟はクライミングはしない？しないですね、全く。妹はちょっとやった時もあったんですけど、普通にダンス、はい、なんかやり始めてみたいな。へえ、そうなんだ。意外だな、なんかお兄ちゃんいるのは全然知らなかったな。いや、本当ですか？いや、知らなかったよ。マジか。クライミング以外の趣味は何ですか？やばい。クライミングの趣味？もしかして。ない。なんかあるかも。ない。やばいんじゃない？それ。ちょっと考えさせてください。あのね、そういう人大体ないからやめとけ。ないあるないちょっと待って、クライミング以外の趣味あんま好きなことはないんですよ。あ、ないってことね。髪の毛の画像を探す。髪の毛の画像を探すのが趣味。だいぶ陰キャだね。ちょっと髪型か。ああ、なるほどね。まあ、趣味っていうか普通に趣味って何ですか？例えば俺だったら、まあ、クライミングもそうだし、あとはね、結構俺ね、料理するから、実はそういう感じかとか、あとはね、まあ、クライミングもそうだし、俺山歩きもちょっと最近する。それ趣味のうちなんですか？趣味じゃない。じゃあクライミング趣味じゃないですか？俺はクライミング趣味だよ。じゃあ趣味だ。だから俺今聞いてクライミング以外の趣味よ。そうちょっと待って。なんか音楽聞くとか、この音楽聞く。音楽も聞かない、興味ない。ああ、そうなんだ。じゃあカラオケ行っても何も歌わない。歌います。歌うんだ、うん、カラオケ。何歌うんですか？何歌うの？カラオケでもこの前初めて行ったんですよ。本当、うん、で、最初、歌えないじゃないですか、最初の。歌わされて、花に。うん、花ちゃん。とりあえず知ってる曲が流れてきたら歌うみたいな。楽しかった？楽しかった。楽しかったかな。楽しかった。カラオケが趣味。全然自分が行こうとは思わなかった。でもさ、結構さ、あの趣味じゃないかもしれないけどさ、あの友達、それこそさ、小暮花ちゃんと一緒になんかディズニーとかよく行ったりとかしてるでしょ。行きます。結構な頻度で会ってる。いやー、なんだろう、4人、あゆねちゃん、花、美穂ちゃん、遊ぶんですよ。例えば、もあゆねちゃん、もも花、もも美穂ちゃんと会うんですけど、4人はなかなかやっぱ揃わない。あ、全員揃う機会はそんなに。揃った時はディズニーみたいな。揃った時はディズニー。予定が合えばディズニーみたいな。それに遭遇してみたい。すごいね、それ。それ見たら、でも今でこそもう本当にみんなそれなりにみんな知られてるから、はい、今とかに行ったらもうなんかさ。あ、美穂ちゃん、でもディズニー、これかけられてたかな。かけられてはないと思うんですけど、若い人は分かると思うんですけど、だからそれとか。もうね、オイコスにも分かるしね。ビーツだし。確かに。オイコスの人だし。オイコスになってからは行ってないから分かんないよ。ああ、じゃあ今度行ってみてよ。行ってみます。どうなるかを知りたいわ。確かに。それはちょっと興味ある。その、4人仲良しなわけじゃん。喧嘩とかしないの？いや、したことないですよ。しないんだ。この、美穂ちゃん、坂谷彩音ちゃんと、小栗花と、はい、桃蔵の4人でしょ、はい。喧嘩全然しないんだ。しないですね。喧嘩したことない。まあ、確かにそんなずっといつも一緒にいるってわけじゃないからね。今履いてるクライミングシューズはペルアドラです。ペルアドラ、はい、ペルアドラのどっち K01 と S S01、 あとの方に出てるんですね。S01、 はい、はい、
これさっき履いてたの？さっき履いてないです。ああ、さっきっていうか、あの置きパンでスタッフやってる時はあんまり登れないのか。そうですね。これが S01 のこれロボリュームだよね、はい、この水色がついてるってことは。で今あれだよね、もうテルアドラにサポートクライマーとしてジョインしてて、はい、でこれを今もらってるって感じだよね、はい、だけど K01 はもともと入ってた？いや、入ったことなかったですね。 S01 から入ってた、はい、S01 の前は何の種類入ってたの？ハイアングル。ハイアングル、前の方の言っちゃってっけどね、ハイアングルって。ハイアングルからこの S01 に来た、はい、どうなの？感想としていいか悪いかというと良い。いや、よくなったら履かない。よくなかったら履かないね、うん、なるほど。もともとハイアングルってどういう感じのシューズだったの？硬いと感じてましたよ。本当？はい。ハイアングルだな。なんで、もう最初カチカチじゃないですか。で、これになったらどう変わった？どう変わった？まあ、あれ硬くない、あれ硬いとしたら、はい、これ結構柔らかめな印象なんだけど、そんなことそうです、柔らかいですよ。なるほど。もともとハイアングル入ってた人でもこれは全然馴染めそう。馴染めると思います、先生。なるほど。単純に、あの足型が合う靴が今まであんまりなくて、うん、そもそも、めちゃめちゃ履いてきてるんですよ、靴、うん、何履いてた今まで言っていいですか？いいよ、いいよ、全部言ってよ。まず、スーパーモック渋いね。それ、一番最初の靴？一番、忍者ジュニア履いてそれ、小5の時そうロッククラフトに登る時に。そう忍者ジュニアってこと？忍者ジュニア、赤いやつ履いて、はい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 、スーパーモック4足ぐらい履きました、うん、スーパーモック4足で、うん、パイソン、あー履いてたね。コブラ、あー履くねソリューション、うん、で、スクワマも履いたし、うん、フューリア、VSVSR、うん、あとは、スクワマ履いたソリューション履いたでしょ、うん、で、ハイアングルのシンセも履いたし、ブツノも履いてるし、うん、なるほど。で、そのハイアングルのとこからこれになったんですね。そうです。今の言った順番で入ってたの？そうです。じゃあなんかあれだね、結構その最初、まあ忍者ジュニアとかが始まって、うん、で、510、スポルティバー、スーパー、510、みたいな。そう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 、結構グルッとした感じ。そう、アンパラレルも入ったし。あ、アンパラもそうなんだ。ニューゼロも履きましたね。じゃあ結構だいぶ履いたね。めちゃめちゃこう来てますね。じゃあもうめちゃくちゃぐるっと回った上でここにたどり着いて、はい、これ今一番いい？いや、いいですね。一番いい。そんなんなんだ、はい、すげえな、この靴。俺も履いてるけど、そうなんですか？履いてる何がこれ、この靴いいと思う？自分はもうフィット感。フィット感、うん、一番の強みはフィット感。フィット感とトゥーフック。なるほど、はい、トゥーフックはそうだ。俺もね、トゥーフックの課題はね、マジでやばい。これやばいよね、はい、トゥーフックマジでやばいですよ、うん。なんか靴によってはさ、結構さ、この2の部分がさ、結構硬いっていうか、そのレザーじゃない部分がさ、はい、結構多くを占めてて、はいはい、なんかこうゴワッとなってるから、足がさ、こう力を入れるのがさ、入れづらかったりするじゃん、はい、あとはもう足がそもそもこうなっちゃってるから、うん、こうさ、はい、起き上がらせられないじゃん。でこれ、こうがさ、めちゃくちゃ柔らかいのと、ここのところにこのそもそもあのビブラム使ってるから、はい、もうクイッて起き上がる上にグリップあるから、これに勝てるのない。いや、もうこれやばいっすもうやばいっすけど、ほんとになんかトゥーフックめちゃめちゃ苦手だったんですけど。おう、そう、トゥーフック苦手だった。もうこんなんでもかかりますもん。こんなん、こんなん、何ですか？こんなんでもこんなんでもかかるこれかかんのそれかかるまあでもかかるよね。ほんとにかかるんですよ。だってここに靴の裏があるみたいな。そう、もうヒュッて手離したらかかってるみたいな手で出てないみたいな。本当にここにさ、ジブスとかでもかけられるもんね。いや、本当に何でもかかりますね。そう、なんか、うん、やっぱ一番の強みね、まあ、フィット感言ったけど、はい、俺はね、もう2だと思ってる。そうです。全部の靴、この2になったらいいなと思うけど、そうすると川口さんなんかね、そうなんです。サイズは37ハーフ、はい、なんだ結構攻めてますよね、うん、でも一番出るサイズっす。あ、本当ですか？一番出るサイズ、まあ、ローボリューム、まあローボリューム、まあ、別にメンズ、ウィメンズ縛ってないとはいえ37ハーフ、女性はこのサイズが多い。普段の靴、スニーカー何センチぐらい？25とか20。結構大きいんだね。はい、結構攻めてる。やっぱそうですよね、うん、いや、そんな気がする。でも全体的に柔らかいから別に攻めてもね、そんなに痛くないよね。全然大丈夫ですね。相変わらず走れるでしょ。走れるし、もう最初からシュッてシュッて入るね。そう、足入れもめちゃくちゃいいんだよね。そう、これね、ずっと入っても痛くないからね。痛くないですね。ね、外もこれ入ってるっけ？外も。なるほど。中もコンペもこれ。
コンペも、ここまでベタ踏みするとね、はい、俺他の靴も履いてるの見られちゃいけないよねやばい、ダメっすよ、 VSR も履いてるのねちなみに今着てる T シャツって何それ、これケルアトルです。お前忠誠心の塊だなお前で、ちなみにその靴下何？いや、これもペルアトラですちょっとあげてたこれね、もう全部いただいてるのね。そうです、でもこれ、今もうこれはちょっと見ないかなと思って、うん、お気に入りの靴下はまた別で持ってきたんです、ちゃんとそれはクライミング用ではなく普通に普段着用の、普通にも履けますね、これ、うん、普通にっていうか、ジム行くときとか。え、なに？そのペル、あ、なるほど、もう私生活でも入ってるぞ。私生活、出かけるときはさすがにさすがにね、なるほどね、かかとついてるしな、そうね、みたいな。確かに、ね、確かにあの、コンパスとか入ったりしちゃうからなるほどね、確かにヒールとかでなんか違いにしたらそれはそれで面白いよね。なるほどね、それでも結構人気だよね。これめちゃめちゃ履いてますね。なんかさ、あのペラアドラのシューズを置いてないけど靴下は置いてるみたいな店あったりするんで、そのぐらい靴下、これの需要はめちゃくちゃ高いよね。何がいいんだろうね、やっぱ縫い目かな、縫い目がない感じない、そうそうそう、縫い目、そこに縫い目がない。あと、フィット感ですね。あ、フィット感本当に、なんだろう、もう足型が合ってるんですかね。今市場に出回ってるそのローボリュームっていう、まあ、うん、要はウィメンズモデルみたいなのって、はい、そもそも種類が少ないじゃん、はい、結構サイズ選び、女の子の方が悩んでる人って多いんじゃないかなと思う、サイズ選びとかシューズ選び、うん、でもどう、結構周りの女の子とかも入ったりする？なんか最近その自分がこれを履いてて、うん、どうみたいな聞かれるんですよ。やっぱ気になるは気になると思うんですよ、みんな、うん、自分も最初は気になる程度だったんですよ、うん、まあでも履く機会ないしな、うん、一回履くと、うん、あれ？あれ？って分かる、分かる、あれ？まあでも確かに、ね、履いてみないと分かんないもんね。いや本当に履かないと分かんないし、やっぱみんな履いてないものってちょっと試しづらいし、うん、みんな履いてるからこっちの方がいいかなみたいなのはあると思うんですけど、まあ、でもなんか試し履きやってて、たまたまそこに行ったお友達が履いたんだよ、うん、あれめっちゃいいねっていう連絡が来るんですよ。でしょみたいな話をする。だそうですだそうです。今でこそもうほんとペルアドラ置いてる店増えてるし、そうですね、一回足入れてみるっていいんじゃないかなと。特に女性、はい、まあ、本当にロボリューム種類少ないからこういうの珍しいし、履いてみるといいんじゃないでしょうかね。本当に履いて一回でいいから履いてほしいですね。もうそう、絶賛のペラアドラ S01。 そうね、うん、この前青6でやってて、で反応のお友達言ってたんですよ、うん、めちゃめちゃいいみたいに言って、本当買いに行ってましたもん。あ、でもすげえ、注文すげえ入ったんで、で、取り扱いもこれからしてくれるって話になって、絶対か、絶対履いてきてないみたいな絶対履けよって絶対履けよいや、履かないと分かんないですからね。まあそうですね、そう、本当にその通り。そう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 、履いてダメなら別にいいけど、うん、履いてもないのに、なんか違うとは言わず、うん、まあ食わず嫌いだよね。まあでもね、履くのはタダだしね、はい、ここに履けるし、一回履いてほしいな、ね、一回履いてほしいよね、はい、いや、ロックメイトさんでも取引が始まりましたね、はい、つい最近ね、はい、関西の方も試着できますんで。なんかクライミングにおいて目標とか今ある？目標？うん、目標はクライミングですよね。うん、なんか目指してるの？あんの？クライミング？やっぱでもワールドカップは出たいって、もう一回。なるほど、はい。八王子が最後。そう。そうだ、うん、はい。他はクライミングで、例えばこれ登り、この課題登りたいとかない？例えば岩とかさ。岩は、うん、その小川山一回しか行ったことないですよ、うん、まだ。うんうん、だから、その触れてない課題も多いんで、それ、まずは触りたい。まずは触りたい。俺ね、毎年ね、ここ5、6年連続でね、ゴールデンウィークは小川山に行ってるんだよ。あ、そうなんですか。知ってる人いっぱいいるよ。誰ですか？いや、桃園が知ってそうな人いっぱいいる。あ、去年だから、あやちゃんもいたし。あ、そうなんだ、うん、あとね、普通にね、ヒデさんもいた。あ、そうなんですか。あんまさんもいた。
会うんですね、うん、遭遇するだから来たら誰かしらいるから普通にちょろっとなんか来てみるといい。でもまず入りが分かんないそうか、うん、じゃあいいよ連れ乗せてあげるよ後ろに俺毎年行くメンバーがいるから乗せてあげるよでくっついて車で、うん、うんっつって入り方が分かんないでしょあれ分かんないんですよね。なんか分かんない小川山、うん、キャンプ場あるとこですよね。もうキャンプ場あるよ。そこまではわかる。ああ、なるほど。そっからどっと入っていくか。そう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 。お前トポ変えよ。トポを見てもわかんないですもん。へえー、思わぬ欠点。地図が読めない。地図読めない。そうだ。だから今日来るの遅かったんだ。いや今日じゃ今日はでも確かにちょっと迷った。あ、まあそうだね。うん、駅からもまっすぐだ。いやどっちだよってなるんですよ。地図見ろよ。地図見てもまあどっちだよってなって。じゃあなんかそのさクライミングではまあなんかいろんな岩を触りたい、あとはワールドカップ出たいとかあると思うんだけども、はい、なんかこうクライミング以外も全部含めてこういう人になりたいとかそういう夢とかあるの？まあ普通に登ってる人っていうよりかは、うん、仕事が仕事ってスタッフとして、うん、いいね今の人になりたいですか。ああこのスタッフ一緒にいて楽しいなとか、この人の課題面白いなとか。セットは分かんないですけど、なんかジムにいてよかったね、思ってもらえるのがいてよかったなと思ってもらえるようなスタッフになりたいっていうのがあります。スタッフとして、そうです、まだ今、オキパンで働いてるんだよね、はい、まあ、まだ何にもできないですけどね。今ってさ、パンプってなんか道場とかやってるの？道場やってますね。やってる。やっぱさ、道場ってさ、そういう機会かなって。なんか結構固定のお客さんとかいたりするじゃん。はい、なんかそういうところでさ、お客さんに行って、はい、一緒にワイワイして、はい、いろいろ言われるのが楽しいよね。そうですね。道場とか担当できるといいよね。なんか道場のもう元々あるジムに入ってるから、あ、なんだろう、もうできちゃってるんですよ、コミュニティが。そう、そこをこうどう私のものにしていく。そうそうそう。なるほど、今後に行きたいよね。みんなおぎぱん行ってあげてください。なるほど。お客さんに結構接客とか好きだから、うん、あ、そうだね、なんかそこでジムに貢献できたらなみたいな。ジムに貢献できるビジネスパーソンみたいな人になりたいと。そう、あいつ登れるしやるな、うん、みたいな。へえー。なんか言うことまともじゃん。本当ですか？なんか随分変わったなと思って。20歳ですか？そうだな、あの頃まだ14、15とかだったもんね。変わったな。でも昔からちょっとこんな感じじゃなかったですか？いや昔もっとひどかった。マジで。なんかさ、美少女クライマー金子桃花の経歴はとか、なんかさまとめページみたいなためにできたりするんじゃん。そうなんですか。なんか金子桃花とか調べるとさ、なんか変なまとめブログ、そう、まあ、ややこしいやつ、はい、あるじゃん。なんかああいうのとか立つ人ってさ、なんかちょくちょくなんか芸能事務所とかそういうところからさ声かかったりとかすんじゃねえかって思ってたけどさ、芸能事務所はその例えばその多分サイトを見て、うん、それがきっかけでとかっていうのはないですけど、うん、普通に声かかった。昔へえ。今はもうないか。あの美和ちゃんがさ、あの笠木ロックってあの映画出てたじゃん。 はい、あれとかオファー来なかったの？やってないですね。来てないよ。バッティングしなかった？全然。でもそういうのあんま得意じゃないですね。ああそういう、はい、なんか例えばそのじゃあこれも得意じゃないですよね。まあ、これはまだ知り合いがいる、ね、そうなんか取材があるよとか、結構美穂ちゃんとかもすごいじゃないですか。そう、ね、テレビ出てみたいな、うん、絶対嫌ですもんね。なんかさテレ東でいいんだけど、どっか出てたんだけど、どっかでさなんかテレビ一回出てた、はい、出てますね。なんだっけ、スクールとかで。ああ、えあれは普通にインタビュー受けるだけだった。特になんかあれは対談とかじゃないで。そうですね、普通にインタビューで知らない人ばっかりだった、はい、それがあんま好きない。あんま好きない。そうか、カメラが見えて。そうなんだ。じゃあなんかこれから女優デビューとかそういうのもないんだ？いや、ないですよ。なんだ、興味もないし。なんだ、そんな、そんなだってこんなんじゃダメですよ。そうだね。そうだね。期待だ。普段ってどんなトレーニングしてるの？どんなトレーニング？多分ね、その世代はね、人によってかなりやってること違うもんね。
1年前に怪我したんですよ、うん、その前はめちゃめちゃフィジカルトレーニングをしてたんですけど、うん、トレーニングをしなくなり、しなくなって、うん、本当に登らなくなって、うん、週1になって、うん、意外と登れるじゃんって気づいて、うん、それで、うん、今年はあんまり追い込んだな、でも、うん、サーキットはめちゃめちゃした。なるほど。し、クライムダウンとかもめちゃめちゃしたけどそこは聞かない方がいいね。そうだけど、まあでも全然足りてないんだなっていうのを、うん、ちょっと実感してる。なるほど、なるほど。その、怪我する前はもうかなり登り込んだ。どういうトレーニングしてる？怪我っていうのはトレーニングしすぎの、しすぎで普通に落ちて、あ、落ちて足首テープ踏んで、あ、テープやってたんで、あれや、セット中に、死闘中に、死闘でもない、テープ最後貼り終わってテープのあれがマットの上にあって、それ踏んで気がした。よっしゃ、終わったって分かったなるほど。その前はトレーニングは週いくつかやってたもうガンガン伸ばしたんで、週6とか、うん、でも眩しい、うん、でひたすら物理課題打って取り出しとか、うん、その懸垂とか腕立てとかスクワットとか、うん、そういうのもめちゃめちゃやってたんですけど、本当にやらなくなった。本当にやらなかった。なんでやらなくなった？面白くないかな。いや、なんかそのなんか怪我して登ってなくて、うん、前と変わんなくねみたいな、うん、なって、やる必要あったなるほど。なっちゃったんですね。じゃあ一旦その、まあ、週一の時期がありましたら、はい、で、まあ、そこであれ案外登れるじゃんってなって週1続いてて、で今はどういうの？今は、うん、せっかく B パンプにいるんだからみたいな。せっかく B パンプにいるんだから強くみたいな、うん、なんかこう今日これ何本登るとか、なんか何時間登るとかっていう、なんかそう数字を決めてやったりメニューを作ったりとかっていうのはあんまりやらない。あんまやんないですね。でもその、まあ、みんないる、うん、新しい環境行ったじゃないですか、うん、あ、みんなこんなやってんだみたいな、あ、うん、気づいてやるか、うん、で、今そういう感じ。今じゃあこれからなんかこう新しいメニューが作られるかもしれないし、そう、これからどんな感じで1年間過ごそうかなっていう感じです。なるほど、なるほど。これからなんかするよね。ちなみに今までの人生でなんかそのメニューがちがちに決めて PJCC に行った時は多分使ってた。そうですね、やってたな。なんかその PJCC、そのスクールを出てから、まあ、自分でトレーニングしていかなきゃいけないってなった時に、うん、まあ、メニュー決めてやったりとかしなかった。した、うん、したな。でも覚えてない。覚えてない。もうめちゃめちゃノート書いてましたもん、クライミングノート。はい、その時は伸びた。多分その時伸びたから、その、まあ、代表を狙うとかまで来れたと思うんですけど、多分そこで諦めてるからそこも以上いかないっていうなるほどね。今気づいたわ。今気づいた。まあでもその自分のトレーニングなりその成果なりを振り返ることってやっぱ大事だから、クライミングノートつけるっていうのは、まあ全然その強くなるならない、紐づいてないわけじゃない、うん、またクライミングノート始めたら。確かにそれありだな。せっかくね、新しい環境に行ったんだから、そ、ね、今その受けてる刺激をさ、記録として残すとさ、また振り返った時にさ、あ、こんな気持ちだったんだって多分確かに振り返れる瞬間がある。結構つけてるのかな、みんな。どうなんですかね。俺はね、俺別にコンペティターじゃなかったから、もはや大学生の頃、外言わずってやってたんだけど、はい、外である目標を落とすために、まあ、どういうステップを踏まなきゃいけないのかっていうのをまず書き出して、あ、で、その後ろにあるページ全部、うん、それに向けて何をやったかっていうのを毎日書いてた。わ、やば。そしたら登れた。そうですよね、なんかそれ大事ですよね。だからなんかトレーニングメニュー云々っていうよりかは、その行動を振り返ってこう意識的にね、振り返って何をしていくかっていうのをちゃんとこうつながりを持って一貫してできるように自分をこう律するためのノートっていうのはやるのがありかなと思う、うん、今やってないですよ、まだやってないけど、うん、これからこうしようかなってのがあります、うん、何やるの。まず、うん、その大会に出る期間、うん、あるじゃないですか、こう、うん、
ここからここまで大会まで、うん、その間に自信がつくようなこと、うん、今じゃあこんだけやったんだっていうものを自分は持ってなかったなっていう、うん、それが当たり外れどっちでもいいんだけど、なんか何かやってたかなって感じがないんだみたいな、それが多分大会の時のあと1分しかないとかの時に生きてくるんじゃないかなっていうのはちょっと最近思ってる。なるほど。自分が自信を持てるぐらいやりきったって思える、何かをやるってこと。そうそうそう、それはちょっと、それはいつ感じたの？ BJC だね。触れてはいけない。触れてはいけない。 BJC ね。 BJC ね。そうそうそう。まあでもそうね、そう、そうだよね、うん、自分で自信持てるぐらいトレーニングするのは大変なことかもしれないけど、うん、練習で登れてる人がコンペで勝てないのは、うん、そういうとこかなって思う。うん、なるほど。大変な道かもしれないけど、そうやらないとって。いや、応援してるから頑張って。足元に不安がないじゃないですか。確かに、うん、すげえ。昔はもう、なんだろう、滑る怖い、うん、滑るかも、このワントライがこのボテでつるっていっちゃうかもっていうのが今のところこれでなくなってる。そう、足考えることあんまなくなりましたね。すげえじゃないですか。すごいっす。すげえじゃないですか。すげえ靴だなって。はい、マジですか。ペラドラの紹介動画になっちゃったね。違うんですか。いや、ね、いや、まあ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 、こうか。まあでも今日はいろんなお話を聞けてよかったなと、はい、久しぶりにね。そうそう、久しぶりに話したね。3年くらい。相当前だよ。やばい。久しぶり。久しぶりです。じゃあ、クライミングでも人生でも何でもいいよ。今年の目標は2020年。2020年の目標？変わる。変わる。変わるで。変わるで。まあ何から何へとは分からないけども、まあいろんな変化がある中で。全部が。意識から。自分で変えるってことか。そう、変えていくのか。変えていきたい。2020ですもん。だって2020だもんね。よくわかんないけど変えていこうぜ。うん、変えていこう。変えていきます。ということで、小木パンね、遊びに行くよ。来てください。何曜日に？だいたい月、月か水、水土日とか。月か水土日、わかんない、わかんない。あ、オッケーオッケー。適当かな。適当かな。じゃあ行く前声かけよう。それが安全かな。はい、じゃあ仕事が早く終わったらそれで行けるかな。頑張ってきてください。じゃあ今日もお知らせありがとうございました。なかなかと。ということでチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録、チャンネル登録よろしくねって。チャンネル登録、うん、コメント欄。ああ、コメントもね、あったら。チャンネル登録、グッドボタンか。ああ、いいねみたいな。ライク。そういうのいらないですか。まあでもあったら嬉しいよね。なんか決めましょうよ、挨拶。何ですか？挨拶？最後。出だしの？最後。出だしもそうだし。ね、だってみんなやってるじゃないですか、YouTube。あれね、なんか。チャンネル登録、グッドボタン、なんとかなんとかなんとかよろしくね、みたいな。それ今作る？そう。じゃあ考えてよ。そういうのは絶対あった方がいい。YouTuber だもん。いや、俺、これ、ちなみにこれ本業じゃねえからな。違うんすか？いや、俺これで食ってるわけねえよ。まあ、なんかあったらいいよね。チャンネル登録、あと何？チャンネル登録、グッドボタン、グッドボタン、コメント欄も、もうありきたりだなそれ。なるほどね。何がいい？ファットピンチとか。それいいじゃないですか。ファットピンチ。ファットピンチ。ファットピンチ、アンダーポケット。適当だな。考えてよ。じゃあ次回まで考えてね。次回までそしたら俺次回の動画でやるから。あ、オッケーです。これ桃蔵に教えてもらったわ。あの出演者が笑わなかったら桃蔵のせいで。やばきつっ。ということで、はい、ファットピンチ、アンダーポケット、チャンネル登録よろしくね。